新庄監督即に軍降格を決断、地球はいらんわ。試合後、新庄監督は報道陣の取材に対応せず、球団を通じてコメントのみ発表。最近打線の調子が良かったので上原くんには何とか試合を作ってもらいたかった、フォアボールはいらんわ、特言を呈した。上原はこの日登録されたばかりだったが、1日で即2軍降格が決定。立山投手コーチは、次は任せられない状態なので一旦抹消しますと語った。新庄完全にキレてるな、上原には俺ら以上に期待してたやろからな、あんま四球を必要以上に意識させるのはどうなのかね、上原は先発向きじゃない、スポット登板でよい、幸也先輩最後に明治の後輩上原に勝つ入れてくれないか、上原は開幕ローテーション入れて金村をリリーフに回してた程度には新庄は期待してただろうし失望だろうね。新庄俺らよりブチ切れてるだろ、もう終わりだな、ファンより勝ちたいのが新庄だからな、あと連勝が途切れるのが一番ショックって言ってた。新庄は交流戦で打撃もできる上原を使いたかったから切れてると思うわ。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。